フロムファーストトラストとは、アメリカ合衆国フロリダ州オーランド出身のポストハードコアバンドである。2002年にフロリダ州にて、マットグッドとトラビス・リクターを中心にを結成。2003年5月24日、ミニアルバムエステ・ ST、EP をリリース。そして、年末には大手インディーズレーベルのエピタフ、レコードと契約を結ぶことに成功する。 2004年6月29日、ファーストアルバム、Dear Diary, Mighty in a n g s t Has, A Body Count をリリース。なお、初代ボーカリストのフィリップ・リアドンがこのアルバムの制作中に脱退したため、新ボーカリストとして、当時15歳だったソニー・ムーアを迎えて、アルバムを完成させている。それから2年以上を明けて、セカンドアルバムの作成を開始。しかし、 制作のためにレコーディングスタジオに入る直前に2代目ベーシストのジョン・ウェイスバーグが脱退。新メンバーが決まるまでの代役として人気ロックバンドリンプビズキットに在籍していたウェス・ボーランドを迎えレコーディングやライブ活動を行う。2006年2月21日にセカンドアルバムヒロインをリリース。全米ビルボードアルバムチャート初登場25位を記録し、 現在までに23万枚以上を売り上げる。そして、そのリリースから1ヶ月後、一躍人気者となった彼らは、メジャーレーベルのキャピトルレコードへ移籍。2007年2月に、ソニー・ムーアが、自身のプロジェクトに専念するためにバンドを脱退。新たなボーカリストは迎えず、マットグッドがギターとボーカルを兼任することとなる。サードアルバム作成のためにレコーディングに入った頃、 いきなり、キャピトルレコードに経営上の理由から契約を解除される。しかし、新しいベーシストのマットマニングをメンバーに加え、自分たちだけでアルバムのレコーディングを続けることを決意。メンバー全員が失意の中にあったが、自分たちだけで地道に音楽活動を続け、メジャーレーベルのシュアトーンレコードとの契約に成功する。2008年5月6日、サードアルバム。 フロムファーストツーラストをリリースし、全米ビルボードアルバムチャートにて初登場81位を記録。2008年5月12日、東京の大館山ユニットで来日公演を行っている。2009年、インディーズレーベルのライズレコーズへと移籍した。2010年3月16日には、同レーベルからニューアルバム、スローンツーザウルフズもリリースされている。 2010年から2013年までは活動を停止した。2014年、新ボーカリストとして、ペリフェリーのスペンサー・ソーテロが加入。ペリフェリーと並行して活動する。2015年には、アルバムのリリースのためにスメリアン・レコーズへと移籍。4月にフィフスアルバム、デッド・ツリーズがリリースされた。2016年、スペンサー・ソーテロ脱退。2017年、 ソニー・ムーアの誕生日でもある1月16日に新曲メイク王を公開。この曲とともにソニーはボーカルとしてバンドに復帰し共同プロデュースも担当している。またドラマーとして過去にバンドに在籍したデレック・ブルームも同じタイミングでバンドに復帰した。初代ボーカルのフィリップ・リードンの脱退を受けて当時15歳だったソニー・ムーアを 新メンバーに迎え入れた。最初はギタリストとしてメンバーに加えたそうだが、彼の歌声を聞いて感動したメンバーたちによって、正式にボーカルを任せることになる。その後、15歳の新ボーカリストとして芝叩く間に、全米で話題となり、バンドの顔と呼ばれるまでに成長したが、2006年に入ると生体結節を患い手術を受けることになった。回復した後に、 バンドに復帰し、ツアーを再開するが、アトレイユのサポートツアーの最中に再び不調を訴え降板する。結果として、バンド自体もツアーから外されることになり、残りのメンバーに多大な迷惑をかけることとなった。そしてついに2007年2月、自身の音楽プロジェクトに専念するため、そして生態への悪影響を危惧して、最後にはバンドを脱退した。現在は、 スクリレックスとして活動している。2017年1月16日、自身の誕生日に共同プロデュースボーカリストで新曲メイク王を発表。ソニームーアとしてバンドに復帰した。ありがとうございます。